おーっと、このマップまた来た？いいね、やろうぜ。こちらトランクスだ。聞こえるか？スーパータイムマシンが必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。よし、一応今さっき勝ったし、いい記憶があるうちにもう一回勝とう。せいかな。フィニッシュしたな。礼を言う。ドラゴンボールとジェニパワーエス。起動キーが見つかったな。D。お、この辺だ。え、なんか飛ばしてきてる。ザーボンさん、ドレイさんがいる。多分探知されたなこれ。危ね。探知されたということはこっちに来るよな。そりゃあそう。危ねえ。マジか。危ない、離れよ。こっち来たか。何の子、よし、スカウター。ちょうど今、スカウターを使いたい時かもしれん。遠いな。上にいるな。オッケー。久々に役に立ったわ、スカウターが。どこだ？上だ。あれ？違う、反対だ、これ。こっちだ。ここに洞窟があるんだよな。どこだ？よし。これちょうどね、この反対側の下にあるんだよ、洞窟が。これ分かりづらいよな。ここ音でも判断できない、この洞窟の位置は。レオンレーダー、レベル3。ということは、最初のナプキンは取れるかもしれんな、これは。うおー、いっぱいある！これ、ドラゴンボール集めよう。味方が倒れているぞ。救助できないか。ここ、どこだ？助かった。新しい起動キーだな。設置を急ぐんだ。よし、新しい起動機が見つかった。この子が持ってんのか。じゃあ竜族の子よ、ドラゴンボールを私に渡すんだ。ありがとう。ありがとう。あとバリア回復装置も欲しい。反対側だけど、一回バリア回復装置取りに行きたい。ごめん、奪っちゃった。ついやっちゃったわ。旅団にいた頃の癖が出ちゃった。あっちだ。あっちに2つあるな。近いけど。ポイポイケース。あー、スカウターは2個はいらない。いいぞ、また起動キーが見つかった。設置に向かうんだ。この下エリア界で来たやつかな。仲間が助けを必要としてるぞ。あれ、これなんだっけ、もっと下か。これややこしい。ここはこれで4つ目か。一応チェンジパワーも集まってるから無駄ではない。ありがとう。よし、あとバリア回復が欲しいな、切実に。ドラゴンボールがあっちにあるな。ただあんなフリーザのところには近寄れないわ。バリア回復ないし。
あれさせるんじゃない？無理はしたくないけど、させるなら刺そう、これ。刺してくれ。バリア回復欲しいなぁ。この人もバリア回復に困ってる。急いで向かってくれ。まあ、ドラゴンボールは最悪集まらなくても勝てればいいな。ああ、剥がしに行ってる。ああ、ありがとう。やっとバリア回復来た。邪魔しにも行ってくれてるが、助かるね。ここでシェンロンを呼べれば熱いが。4、5、6個しかまだ分かってないんだな、場所が。あの辺にもう一個あるってことは知ってんだけど。近い。あっちの方にあるな。太陽拳。この下だ。この下？なんだこれ。あ、これか。これで今6個。くんないか、ドラゴンボール。ありがとう。ドラゴンボールが7つ揃ったぞ。祭壇でシェンロンを呼び出すんだ。間に合うかな。エリア破壊使ったっけ。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。マジ？まもなく脱出用タイムマシンの。いや、呼ぶか一応。青に外で示された場所にある呼び出しビーコンへ向かうんだ。さあ、これみんなに力をあげても意味ないじゃん。その願い叶えてやろう。これで逃げようぜ、みんなで。もう討伐この時間帯でね、無理ですね。タイムマシン呼ぼう。見ようぜ。脱出用タイムマシンを送ったぞ。それを使って脱出するんだ。おい、来い、こちら。よし。あ、まだ来てるわ。この人も乗せてよ。おい、来い。おい。よし、オッケー。あの人は多分来なさそうだな。あ、来るか。やばい、来んのか。早く、早く来るんだ。乗れ。よーし、全員出すな。あー、いっぱいいる。かわいい。おわー、すげえ、なんだこれ、かわいい。なんかピクミンみたい。わちゃわちゃしてるわ。あー、やった、レベル70だ、やったー。かわいい、なにこれ、いっぱい乗ってる。天使もいるし、いいなよし。こちらトランクスだ。聞こえるか？スーパータイムマシン。あんまりこのエリア好きじゃないな。物資の転送は完了している。起動キーを探して指定ポイントに設置し、スーパータイムマシンを起動するんだ。ここはどこだ？なんか爆発してるぞ。これ多分 D のあの小屋が爆発させられてんな、あそこ。民間人早めに救助してフィニッシュされないようにしたいところだけど。お、ロケット団長だ。あ、ドラゴンレーダーレベル1だな。こういう壺からはレベル1しか出ないんだよね。
足音消して逃げよう。これよし、OK。で、今 D にいたから、多分ここにすぐ戻ってくることはない。だから今のうちにこの辺のエリアを索敵してしまえば、後半楽だと思う。よし。ん？あ、ヤムーの声だ、これ。よし、新しい起動機が見つかったぞ。さて。パワーよし、うん、箱が全然ないな。これなんでこんな箱ないの。全然ないんだけど、これ箱がなんでこんな箱ない。誰かやられた、救助に行けないか。あ、1個だけあった。一人やっとやられて、で、これで進化か。多分ね、魔人ブーね、あそこだね、復活ポイント。あそこ。あの、氷の上。戻ってくるなぁ。スカウターいらんなぁ。あ？見つけてくれたわ。あっちだったわ。意味なかったなぁ。チェンジパワーは集まったけど。スコービッツは全然進化しないけど、あ、今進化した。あれ、こっちじゃないのか。どこだったんだ、スコービッツさんの復活ポイント。わからんな。あー、ありがたい。いいぞ、また起動キーが見つかった。これ X の視点に相手も置いてくるか。あ、ドラゴンボールと、あ、違う。まあいいや、ピン刺さらへん。あと D と E。こっちに来るかな。あ、飛んできてる。近い。はあ、俺じゃなかった。狙われているのは。どこだこれ、起動機の設置ポイント。見えないなぁ。洞窟の中だと見えないんだね。全部見つかってんだけど。どこかがわからん。うん、一個もわからん。あ、やった。あっちか。あー、しまって、もうバイクで行こう。このさ、あとこの建物ほんと登りづらいよなぁ。これだけが本当にこのマップの不満点。これだけじゃないけど。よし、これさ、海洋圏だとここちょうどぴったり上に乗れないんだよな。海洋圏で上まで飛んでホバリングデバイス使ってこればいいのか。スティからそうしてみるか。あー、多分洞窟の中だな。あれ、フィニッシュ邪魔できない。いらっしゃいませ。あと B と D。 あら、なんか誰かやられたな。 D は向こうだから、今なら多分フィニッシュ、あの、鍵させるから、あの人救助しに行くか。先頭で救助したな、これまずい。あの人の救助だけ行くわ俺。気の探知ないから多分バレないとは思う。D は反対方向なんで多分持ってくることもない。あと一人でレベル3に進化しちゃうな。よし、生き残れよ。マリア回復する、あるぞ、ここに。あんたのやつだ。
あと D か、さっきのとこだよな、氷の上んとこ。困ったね。あそこは行くのが大変なんだよな、場所が分かってても。いらっしゃいませ。あそこだよね、バイクで行ってもこの道はバレるよな。やばい。あ、しかもあの人多分終わりだ、多分ダウンする。仲間が助けを必要としてるぞ。フィニッシュの邪魔だけしよう、これなんとかして。もうちょい、おい、よし。タイムアップ、起動システムにアクセスされた。スーパータイムマシン起動まであと少しだ。一瞬でも邪魔しよう。一瞬でも逃げる。フィニッシュの邪魔をしつつ、計画レベル3にしてはいけない。ナイス。これもう変身できないから、ちょっと正直今近づきづらい。離れるとフィニッシュされるかもしれんから、補給物資待ちながらちょっと邪魔しよう、とにかく。まずい、誰かやられた、救助に行けないか。お、トラップデバイス、ナイス。多分無理やりフィニッシュしようとするから、それまた邪魔しよう。靴、こうやってね。ナイス、仲間も来たな。あの人は最悪死んだとしてもフィニッシュだけはさせちゃいかん。ドリンク探しに行きたいけど、ここ離れた時に誰かがフィニッシュを邪魔できなかったらおしまいだ。やばいよ。本当ドリンク買いに行きたい、めちゃくちゃ。でも誰かがここ邪魔し続けなきゃいけないと、自分がやるって意識がないとね、誰もやらないことあるんだから、あるからね、きつい。よし、靴、よーし、邪魔する。30秒に1回使えるんだぜ、靴は。よし、何度でも邪魔できる。ドリンクを一応入れとこう。仲間が助けを必要としてるぞ。何あれ、どうなってるんだ。太陽系、あ、ダメだこれ。何のその位置、もう、おい、どうなってんだこれ。おい、こんなの邪魔できんぞ、こんなの。で、俺スーパータイムマシン触ってもボーナスあってもこれ以上入らないから、俺はここに隠れる一旦。で、イルレインが怖い、めちゃくちゃ。ナイス、靴だ、これいけるぞ。ナイス、はあ、よーし、起動成功。うまいぞ、味方が頼りになるわ。よし、いやー、よかった。あそこで多分さ、ドリンク買いに行ってたら多分誰かがフィニッシュ邪魔するだろうっていうみんなの意識で、多分レベル3に早めに進化して厳しかったと思うから、あれはちょっと邪魔に専念してよかった。結局補給物資まで間に合ったしね。やった、よし、行くぞ。こちらがいないか。
聞こえるか。スーパータイムマシンや必要な物資の転送は完了している。起動キーを探して逃げよう。助かった。スーパータイムマシンを起動するんだ。始まってもう10秒ぐらいで逃げようって言った人がいる。さあ消極的すぎないか。陽一郎さんのブレイカーズが面白くて視聴2週目に入りました。2週目って何？どういうこと？あの動画の、 あの再生リストを2週したってこと？すごくないか？今だ、そろそろ60本になるよね、動画。しかも後半、後半の動画さ、だいたい30分くらいあるんだけど、1本が。それありがたいな。そこまで見てくれる人がいるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。最初の頃の動画、画質悪かったり、音質悪かったりすると思うんですけど、ごめんなさいね、本当に。あの頃ちょっとね、結構荒々しい作り方をしてたんで、今と違って。結構ね、画質も悪いんですよ。まあ今、しょうがない、あれは。当時そんなに多くの方に見てもらえると思ってなかったし。新パワーエス。あっちに箱あるかな。ある。難しいよな。なんかさ、雑談形式で話すっていうんだったら、ねえ、いろんな機能とか紹介するの簡単なんだけど、ちゃんと動画形式にして字幕もつけようってなるとね、本当にね、20分ぐらいの動画作るのにね、24時間ぐらいかかるんですよ。リアルに24時間。休憩なしで。めちゃくちゃきついんですよね、それが。台本まず8時間ぐらいかかるし。やばい。そこがなぁ。でも作るんだったら分かりやすく画像とか映像とか入れないと分かりづらいしなぁ。この辺空いてるっぽいか。あーでもここ、あでもここ A だなぁ。いや A あるか。開けてくれてるわ。誰かでやられた。いいわ、洞窟が多くて分かりづらいのよね。おーい、よし、 OK、 よし。あー、センズ、うん、あの人救助センズあるし行くか。ロケットランチャーの方がいいかな。助かった。よし、新しい起動機が見つかったぞ。普通にマジでやりたくなってきました。確かあれですよね。その、2000円か、ちょっと高いなっていう前コメントをしてくれた方ですよね。なかなかね、こう、お金を工面するのって難しいところだと思いますけど、結構面白いし、結構ずっと遊べるから、まあ、2000円だと、まあまあ安い方かなと思うんで、ちょっとお金に余裕が出た時に考えてみてください。あの人に救助に行きたいが、あれどこだ？洞窟の中か。あー。先日使ってくれたわ、ラッキー。あれ、上だこれ。太陽系。いいぞ。また起動機が見つかった。設置に向かうんだ。ああ、そうなんですね。配信者ってそもそも動画作れる時間があんまないっていうのはあるんです。確かに。それはある。そう、だって今僕が配信してる間動画作れないですね。今こうやってる間は。そうなるとね、なかなかタイミングが難しいんですよね。ありゃー、これさっき救助した人じゃないか。ありゃー、蘇生した人はちょっとビビるぐらいゆっくり逃げてほしいな、遠くに。 B の方に来てるな。やばいよ、危ない。あー、もう危ないって言ったのに。あ、誰か殴ってくれてるな。あの人俺を守ってくれたから、俺も守りきらないとダメだ。ナイス。あー、ナイスナイス、うまい。あの人、俺が作った一瞬で逃げてくれた。あの人うまいわ。たぶん一瞬作るだけで逃げてくれる。ありがてー。必要なのは本当に 0.5 秒か1秒ぐらいなんだよな、うまい人は。ドリンク買うか。いらっしゃいませ。店じまい。よし。
お、でも2000円の工面ができたのであればぜひね、買ってみていただきたい。で、その、まあ何で買うかっていうのが難しいところですけど、スイッチ版なのか、PC 版なのか、PS4 版なのかとかね、まあ、自分の遊びやすい環境というかね、そういうところを選んで、見ていただきたい。あー、ごめん、ドラゴンボール揃ってんじゃん。ごめん、俺が持ってた。あの人に渡そう。まずい、誰かやらない。あーっと、ドラゴンボール持ってる人がダウンしてしまった。奪われるかな。 X の地点にまでドラゴンボール持っていこう。いらっしゃいませ、毎度はいらっしゃいませ。あー、ピーンと音はしたけど出てないってことはフリーザが拾ったな。これフリーザが5個のドラゴンボールを拾った。これ俺絶対ダウンできないな。なんとかさ、なんか他仲間がダウンというかぶん殴ってくれればドラゴンボール手に入るから、その隙にシェンロ呼んじゃおう。仲間には悪いが、集めてくれた人には悪いが。近い。落としてない、これ。あ、こっちにある。ナイス。拾いに行けないかな。この辺に落ちてる。クイーンの靴。一回離れよう。一回離れて。変身するか。でも全員のレベル上げたいよな、こうなったら。いや、上げる意味ないか。ドラゴンボールが7つ取れたぞ。 OK、 最短で線路を呼び出すんだ。どこで呼ぶかな。これ近いんだよな。仕方ない、あっちまで行こう。おい、あんたが呼びな。おい、あんたが呼ぶんだ。あんたが最初集め取ったやろ、俺は知っとる、それを。ナイス。今そちらに補給物資を送る。有効に使ってくれ。来い。速いことだ。うまいぞ。いけ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 、ぶっ飛ばせ。一回隠れて、一回隠れよう。ヒエンザン使ってるな。仲間が助けを必要としてるぞ。ナイスナイス。補給物資取りたいな。よし、天にパワーがもう一個どこだ。もういけそうだけどな。一応念のために補給物資取りに行こう。よし、オッケー。新人部4が頑張ってるわ。ナイス、これいける。よし、勝利だ。ナイス。これはイエース、協力して勝てたな、これは。